はい、皆さんこんにちは、あみです。今回は最近のお気に入りを紹介していこうと思います。私普段、メイク動画とあと Vlog がね中心だと思うんですけど、その中でやっぱり紹介しきれないお気に入りっていうのがあったりとかして、それを今回はねちょっとシェアさせていただきたいなと思います。何から紹介しようかな。美容系 YouTuber ではあるので美容系からちょっと紹介していこうと思います。まずは今つけてるこのリップなんですけど、最近ねちょいちょいリップも聞かれるんですけど、それがこちらです。こちらエスポアのクチュールリップティントグレイズのチリンチリンっていうカラーになります。あのチルするとかのチリンです。チリンチリン、日本語で言うとちょっと変なんですけど、これがマジでめちゃくちゃ可愛くって、私って結構色黒いんですけど、その私がつけても浮かないぐらいイエベ、ブルベあんまり関係なくつけれるピンクのリップかなと思います。こうやって見てみるとちょっとねコーラルも入ってて、ほんとピンクとコーラルの真ん中ぐらいの色です。なんかそんなにオレンジ味も強くないけど、あの青みもない感じの色味です。これがつけて時間経つとこんな感じでね、ほんとチュルンチュルンになって、本当にチュルチュルで可愛いです。これぞモテリップっていう感じ。このペリペラのインクグロームドティント、チュルチュル系で大好きって何回も紹介してるんですけど、これよりかはシアーな感じ、透明感があって、ペリペラの方がカラー発色感が強いです。なので自分の唇の色が透けないぐらいのカバー力があります。こっちはどちらかというと自分の唇があのねちょっと透ける感じで結構ナチュラルな仕上がりなので、こっちの方が使いやすい人は多そうな感じ。はい、そして次がこちらです。 NARS のアフターグローチークパレット、中はこんな感じの6色入っていて、もうこれが最近のチークマジでお気に入りすぎて毎日これ使ってます。ここの何とも言えないピンクカラーがマジで可愛くって、まあローズピンクって感じなのかな。もうめちゃくちゃ可愛いし、ここのピンクのハイライトもめちゃくちゃ可愛いんですよ。こことこことここを使って仕上げた感じのチークがめちゃくちゃ好きで、これはちょっと私の個人的なあれになっちゃうんですけど、最近もう色が黒すぎてチークが全然発色しないんですね。だからこの外資系のこのNARSの発色本当に助けられてる。もうちゃんとピンクになってくれるんですね。でこのピンクのチークを重ねた上にここにねハイライト、ピンクのハイライトを入れると一体感のあるツヤ感が出てすごい気に入ってます。これ好きなんだよね。ここのねピンクベージュみたいな色もめちゃくちゃ使いやすいし、まあ、ここの真っ赤とか正直ちょっと使いづらいんじゃ使いづらいんですけど、こんな感じでもう鬼発色いいので、まあ、正直ここら辺のここの3色はブラックの方向けかなとは思いつつ、あのここのね色はアイシャドウとかにも使えるので、私はねここをこの涙袋とかに使うのも結構気に入っててたまに使ってます。そしてこちらがスキンケアなんですけど、コスアルXのザ・レチノールの 0.1 クリームっていうやつで、スーパービタミン E とパンテノールが入ってるクリームです。クリームにしてはめちゃくちゃ珍しいこのチューブ型、アルミのチューブ型なんですけど、これがめちゃくちゃ良かったです。私今までそのレチノールとかビタミン系のものを使うと結構肌荒れが気になってたんですよ。まあレチノールって好転反応があるものだからしょうがないっていうのは分かってるんだけど、シンプルにまあもしかしてね合わないのかなって思ってたんですけど、なんとなんと誰でも使いやすい、敏感肌でも使えるレチノールっていうので 0.1 クリームっていうのが出たんですよね。これがもう本当に敏感肌の人とか肌が弱い人本当におすすめ。肌強いからいいよねとかってよく言われるんですけど、めちゃくちゃ肌弱いんですよ。機械性蕁麻疹だったりアレルギー体質っていうのもあるし、肌めちゃくちゃ薄くってビタミン系とか一切合わないんですね、スキンケアが。そんな中でも使えるこのレチノールめちゃくちゃ嬉しい。30代になってきて毛穴だったりとかこの目尻のシワだったりとかね、そういうケアをしたいなって思ってるのに、強い成分のものを使うとやっぱこの肌がねなんかボソボソというかブツブツというかなんか
ゴワゴワというかっていう感じになって、なんだろう、いつもなんか守りの体勢のスキンケアしかできなかったんですね。なんか保湿保湿保湿みたいな感じのスキンケアしかできなくて、まあ別にいいんだけど、でもやっぱりさ、ケアしたいじゃないですか。そんな私にマジでぴったりなクリームだった。もう超使ってて、音聞いてもらうと分かると思うんですけど、結構使ってます。 20ml とちょっと少なめで、まあちょっと高めっちゃ高めなのかなって思うんですけど、誰でも使えるレチノールをっていうコンセプトに作られたクリームらしいので、ありがたいって感じで、もうこれ大好きです。でレチノールは絶対夜に皆さん使ってくださいね。こちらがビーチラックスデザインキープヘアオイル。これね、いただき物で、ギフティングでいただいてから、最近そういえばと思って使い出したんですけど、私髪の毛ね、エクステなんですよ。で、地毛が、ここら辺ぐらいまであるのかな。こっから先って、エクステなんですけど、エクステって、地毛の髪の毛よりも巻きがすっごくつきづらいんですね。まあ最初はつくんだけど、時間経つと落ちちゃう。でもこれをつけてから巻くと、結構長い間巻きがキープされて、すごい良かったんですよね。もう朝お家を出て、夜帰ってくる頃にはこんな感じで、もう綺麗なストレートになっちゃってるんですけれども、昼間は結構巻きがついてくれてるので、もう本当に何もつけないで巻くよりかは、はるかに全然違うキープ力があります。あとツヤ感も出るし、匂いも結構良かったんですよね。ホワイトブーケの香りなんですけど、強い匂いじゃなくてすごい自然な匂いで、あんまりなんか最近のヘアオイルって香り結構強いものが多いじゃないですか。控えめで自然な香りかなと思います。最近ねめっちゃ使ってるんですよね。で次もヘアプロダクトなんですけど、こちらです。これがこのクオルシアっていうところのカラーシャンプーです。でパープルのカラーですね。長いことハイトーンをやってるので、カラーシャンプーめちゃくちゃ試してきたんですよ。まあ、全部は試しきれてはいないけど、まあ、人気のものだったりとか、SNS でねすっごい話題になってるものだったりとか、まあ、安いものからちょっと高いものまで結構使ってきたんですけれども、なんかね、私のこのミルクティーベージュカラーって言うんですかね、こういう髪の毛の色、なんて言うのか分かんないんですけど、この髪の毛の色を維持するのにブラシャンが絶対必須なんですけど、なんか売ってるもの全部発色が良すぎて、すっごいシルバーカラーになっちゃうんですね。もう鬼シルバーになっちゃって、なんか私が求めてるこのなんて言うんですか、ベージュカラーを全然ベージュカラー通り過ごして、一回シルバーになって、で色落ちでミルクティーカラーというか、このベージュカラーに戻るみたいな、このずっとそれをやってて、結構髪の毛が明るいので、すっごい発色のいいものとかだと逆に紫色になっちゃったりとか、すっごいシルバーになっちゃったりとか、なんか使いづらいなーって思ってたんですね。でなんかシャンプーとかで薄めて使う方法とか、もう塗ってすぐ落とすみたいな方法もいろいろ試したんですけど、やっぱりなんか全然なんか私が思ってるものと仕上がりが違くて、でムラシャンからミルクティー系のシャンプーも試したんですけど、なんかミルクティーとはみたいな感じの仕上がりで、うーんってなってて、美容師さんにそれを相談したんですよ。そしたらこれめっちゃいいよって教えてもらって、なんかその強く染まりすぎずに、ちゃんと金髪のままの感じの色味にしてくれるよっていう風に教えてもらって、これを使ったらマジでめちゃめちゃ良くて、今日も朝ムラシャンしたんですけど、めっちゃ色いい感じじゃないですか。ちょっと嫌な黄ばみ感だけをほんと取ってくれるっていう感じで、全然色が入る感じがないんですね。だからほんとホワイト系とか、このミルクティーアッシュ系の絶妙なカラーを保ちたい人はこれめちゃくちゃおすすめです。こちらラボムのジェルトゥーウォータークレンザーです。これめちゃくちゃ人気だと思うんですけど、なんかね、私どっかの動画でもこれお気に入りだっていう風に言ったことあると思うんですけど、これめっちゃいいです。朝用の洗顔料なんですけど、ジェルタイプになってて泡立たないんですね。朝の肌のペイハーで一番肌にいい状態のペイハーに保たれてるっていうのを私は聞いたことがあって、まあそういう風に言われているんですね。で、そっからまあ洗顔だったりとか、まあすると、ちょっとね、そのペイハーが崩れるらしく、朝は洗顔しない方がいいっていう説だったり、水洗顔だけがいいよっていう説だったり、
とか、まあ、肌質によってもそこら辺は変わってくるので、これが絶対とかっていうのはないんですけど、泡はあんまり使わないようにしてたんですね。夜もさ、クレンジングオイルやって、で朝も洗顔料で洗ってて、皮脂取って取って取りまくっちゃうじゃないですか。ということで、今までずっと水洗顔だったりとか拭き取りパッドだったりとかっていうのを基本にしてたんですけど、これね、夏にめちゃくちゃ良かったです。朝の一番いい感じの肌の状態を損なわない洗浄力というか、だけどなんかスッキリ感はあるし、だけど突っ張り感はないし、取りすぎないし、だけど顔はなんか清潔になってる感じはするしっていう感じで、もうめちゃくちゃ使いやすいんですよ。まあこれを使ったからといって顔がね、肌がどうのこうのになるわけじゃないんですけど、ただ肌に一番大敵なのは洗いすぎなので、これおすすめです。またちょっとソープ系なんですけれども、こちらドクターブローナーのシュガーソープのベビーマイルドの香りです。これ皆さんなんか見たことあるなーっていう感じしませんか。あのマジックソープのさっぱりとしたシンプルな洗い心地が大好きなんですけど、プラザをプラプラしてたんですね。そしたらこのね、ハンドソープがありまして、これがハンドにもフェイスにもボディにもどこにでも使えるよっていう、やっぱマジックソープなだけあるなっていう感じなんですけど、これがね、シシカイシュガーっていう砂糖をベースにココナッツオイル、オリーブオイル、ホホバ、ヘンプ油を配合したリキッドのソープなんですけど、もうとにかく保湿感がめちゃくちゃある石鹸です。私ハンドソープをその時ちょうど探してて、これめっちゃいいじゃんと思って、しかも手荒れに悩んでたんですね。今年ね、30歳になるので手の乾燥めちゃくちゃ気になるんですよ。ほんとガサガサなのね。プラス香料が入ってるものを使いたくないんですね、ロコちゃんとロサちゃんがいるので。でこれがなんでいいかって思ったかというとですね、洗面所にこれ1個置いとくと手も顔もいつでも洗えるんですよ、これ1つで。めっちゃ良くないと思って、結構ちょっとお高めだったんですけど、買ってみたらなんとなんとめちゃくちゃ良くって、もうこれね、本当にお気に入りになっちゃったいやなんかさ、もう手も顔も洗えるってこんな便利なんだなと。本当に朝さ、起きて無で顔洗えるし、もう置いてあるからボンって。でしかもパッケージも可愛いし、でいろんな香りがあったんですけど、私はその中でもあんまり猫に害のないような匂い、このベビーマイルドっていう多分無香料っぽい感じの香りなのかなを選びました。マジックソープ好きさんはね、ぜひぜひチェックしてもらいたいなと思います。これめっちゃ便利。これでね、洗顔も結構するんですけど全然乾燥しないのね。だからな、これもこれもすごいお気に入り。まあ最近は特に肌のバランスが崩れてる感じがしてたから、もうこのねラゴムをめっちゃ使ってるんですけど、普段もうちょっとちゃんと洗いたいって時はこっちで顔を洗ってます。次がこちら、これが洗剤なんですけど、クエン酸インっていうレノアのやつなんですが、このね、生乾き臭とか、セクサイとか、体臭が染みついた服とか、いろいろ書いてあるんですけど、とにかく匂いを取ってくれるという洗剤で、これがですね、X でめちゃくちゃバズってて、もう私もまんまと買いましてですね、梅雨時期にほんと洗濯物の干し方で、たまに大失敗することがあって、なんか普段はいいんだけど、浴室乾燥した時に洗い物がすっごい多かったり、厚手のものがたくさんあったりとかすると、ちょっとデニムとかがなんかちょっと匂うなって時があって、で私今までそういう時は塩素系の洗剤ハイターとかオキシクリーンとかで洗ってたんですよ。だけどさ、色落ちめちゃくちゃ気になるじゃないですか。洋服の傷みも気になるし、一回洗濯したやつをもう一回洗い直さなきゃいけない時って、いろんな洗濯物が混じってるから、塩素系を使うことによってやっぱ白いものと違う色のものを分けてまた2回の洗濯物が増えるっていうのがもうめちゃくちゃストレスだったんですよ。これが酸素系なので、塩素系とね絶対併用しないでくださいっていうのと、あと柔軟剤を絶対一緒に使わないでくださいっていうやつで、これ柔軟剤を入れるところに入れる洗剤なんですね。塩素系のね洗剤を使わなくっても匂いが
本当に撮れたの、本当に撮れたんですよ。で私は超感動して、今ストックも買ってあるんですけど、いやこれマジで本当に私の洗濯のお守り的な存在です。絶対切らしたくない。もうこれからやっぱり冬が来るじゃないですか。もう本当にね怖い私。夏は洗濯物がすぐ乾くしカラッとするし、そういう臭い匂いとかっていうのがないと思うんですけど、まあ、ちょっとね湿気があるからまあ微妙な時もあるけど、冬とかあのマジ本当に洗濯物が乾いてんのか乾いてないのか分かんない問題みたいな、触ってもこれは乾いてんのかみたいな感じの問題が出てくるし、やっぱり匂いが気になるね、シーズンがまたやってくると思うので、匂いがね気になる人はぜひぜひ試してみてください。はい、そして最後がこちら、全然あの普段の動画だと絶対に紹介しないであろうこちら、 GU のサニタリーショーツなんですけれども、こちらがソーレースタイプなんですね。動画で言ったことあるかわかんないんですけど、本当に今までの人生生理不順に振り回されて生きてきた女なんですけれども、小4か小5ぐらいから、まあ、生理が始まって、そっからですよ、もう3ヶ月来ない6ヶ月来ないとか当たり前にずっとそんな感じで、高校生ぐらいの時に高プロラクチン血症っていう診断をされて、で、まあ、ホルモンの病気なんですけど、でこれはね動画で話したことあるんですけど、高プロラクチン血症っていうのがあの母乳を作る産後に高くなる数値なんですよね。あの本当に母乳を作るような体勢に体がなっちゃってるような状態だから生理が来ないよっていう感じだったんですよ。私はまあそういう体質なんだなっていうことで生きてきたんですけれども、数年前から次は血が止まらなくなったんですね。1ヶ月ずっと血が出続けているという生活になりまして、次はどういうことどういうことという感じで、もう本当にストレスがマジでやばかったんですけど、だってさ皆さん想像してみてください、1ヶ月一生血が出てるという状況を。どんなに好きな服が着られなくなるか、もう1週間でもさ結構さデリケートゾーンって痒くなったりとかかぶれたりとか私しちゃうタイプなんだったんですけど、1ヶ月になったことでもうやばくて、もうしかもなんかその1ヶ月出続けて、そ半月ぐらい止まったらまた1ヶ月出続けてとか2ヶ月出続けてとか、もうまあもう本当大変だったんですよね。まあそれは今病院に行ったりとかしてちょっとね落ち着いたんですけれども、もうそんな私がもう最近めっちゃいいなって思ったこのサニタリーショーツ、本当にねめっちゃ良かったの。今実際にデッサンガールズデイ中で今も履いてるんですけど、もう超伸びんの。やばくない？めちゃくちゃ伸びが良くって本当ノンストレスなんですね。あのさ生理の時とかってとにかく緩いパンツ履きたいんですよ私。もうこのストレッチ感めちゃくちゃいいし、生理用のパンツなのにソーレースっていうのがマジでめちゃくちゃありがたいし、本当に生理が1ヶ月で続けてる時にサニタリーショーツを毎日履いてたんですけど、可愛いものがまあ可愛いものを持ってなかったんですね。なんかその時に可愛いパンツ履きたいってめちゃくちゃ泣きそうになった時があったの。もう女として終わってんじゃないかみたいな、もう本当にさなんかおばあちゃんみたいなパンツしか履けなくって、もう本当に可愛いパンツが履きたいって泣いて、生理が次終わったら絶対に履こうって思って可愛いパンツを注文したりとかするぐらい結構メンタルやられてたんですよ。なんかもう毎日毎日ダッサいパンツ履いてさ、服とかもさなんかそのパンツに合わせてやっぱ選ばないといけないじゃないですか。ラインが出る服とかも着れなかったし、もうそんな中の救世主、履いてても私は女の子なんだって感じれるこのソーレースのパンツに出会った時にめちゃくちゃ嬉しくって、もう何の話ただのパンツなのに話が重いんですけど、もう本当にね可愛くって、でなんか私その生理用のサニタリーショーツを使ってる人っていうのがめちゃくちゃ少ないっていうか、存在を知らない子も結構いるのかなって思ってて、ついこの前になんかの SNS でその生理のナプキンをもっと粘着力が強いものにしてほしいっていう投稿を見かけて、でそのコメント欄にサニタリーショーツっていう存在知らんのみたいなコメントを見て、あ知らない人っているんだって私思って、サニタリーショーツって何のメリットがあるかというと、このねちゃんとナプキンをつける専用の
部分があるんですね。裏の部分っていうのが普通のこのツルツルとかレースとかの生地と違って粘着がめちゃくちゃつきやすい最適な生地になっていて一日中絶対取れないんですね。ナプキンは変えなきゃダメですけど本当にずれたりとか取れたりとかしないっていうこの生地になってるから安心っていうパンツなんですよ。サニタリーショーツってだからなんかサニタリーショーツを使ってない人とかはぜひねサニタリーショーツ使ってみてほしいです。あのねこの後ろに全部あの防水の生地がついてるタイプのサニタリーショーツもあって私持ってるんですけどそれは夜寝るときにあの後ろ伝え漏れっていうんですかっていう心配が1ミリもなくなるパンツっていうのもあったりとかもういろんなねサニタリーショーツあるんですよ。だからサニタリーショーツ使ったことない人とかマジでぜひとも使ってほしいです。あの織物シートとかもう本当につきやすい生地になってたりとか本当に日本の努力の結晶といっても過言ではないぐらいサニタリーショーツって本当に神であの生理の時のストレスが本当に減るので使ってみてほしいのとソーレースのねサニタリーショーツはあのデザインもねすごい女らしくて可愛いのであのそういうサニタリーショーツ履きたくない日とかね例えばさデートの日だけど生理っていう時とかさ彼氏と会うけどでも生理っていう時とかはもうこのサニタリーショーツめっちゃおすすめです。私はねこれにめっちゃ救われましたありがとう GU。 しかもさ GU はこういう XL とかまであるので本当にありがたいですよね。本当それこそ GU にもいろんなサニタリーショーツの種類があるのでぜひぜひ試してみてください、ね、GU だとね実際にね店舗で触ってあの確かめて買うこともできるし大きいサイズだったりとかもあるのでぜひぜひチェックしてみてください。はいということで今回はちょっと話がね最後長くなっちゃったんですけどなんか何の話みたいなめっちゃ話重くなっちゃったかなと思うんですけれどもこれが最近の皆さんにちょっと紹介したいこれぞぜひ紹介したいというお気に入りの商品たちでした。本当あの私のねなんか痒いところに手が届くというか私の本当日々のストレスを消してくれる商品たちばっかりなので気になる人はねぜひぜひチェックしてみてください。はいということでちょっと長かったんですけど最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。